吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。以前実作家の ZBS150 を開封しました。これは投げ込みシキルターと同じ要領で、本体底部に L 型プラグがあります。ここにエアチューブを取り付けるとエアが入って、上からエアが出ます。で、水槽に酸素を供給することができます。で、この内側に軽いプラスチックロ材を入れることで、ここがぐるぐる回転します。だから投げ込み式フィルターなんだけれども、消化細菌を増やすことができる。アンモニアを亜硝酸、亜硝酸を硝酸にする生物同化がこの上の部分で見込める。で、この下にはスポンジがついてます。粗めのスポンジ、大きいゴミを下に吸い取って、で、上はぐるぐる回転させて生物同化が見込める。投げ込み式フィルターながら両方の同化が見込めるという。で、比較的コンパクトだから小型水槽でも使える。重さがあるから安定する。非常に理にかなったろ過器なんだけれども、ここの上の部分の蓋が取れないんですよ。こう回転はするんだけど取れないです。だからこう内部洗えないんですよ。だからできればね、内部しっかり掃除しないと、内部の苔ってのがね、なかなか取れないから、結局苔だらけになって使い物にならないと。そこが改良されたっぽいモデルを見つけたので開封していきたいと思います。この時期からあったんだけど、 LSS 研究所が輸入してなかったんですよ。で、最近いきなり輸入しだしたので、今日本で買える状況です。これ海外メーカーの商品です。だからもし気に入った場合はね、今回紹介する商品買ってもいいかもしれません。僕が買った流動式ユーターはこちら、ジスアクアから発売されております SH1ZB200F。 SH1 は660円でした。まずは仕様とスペックを語らせてください。幅 7.5cm、 高さ 21.5×23.1cm、 体長淡水海水量用、適応水量100リットル以下、露材容量 200cc で、価格は2200円でした。特徴としては、観賞魚向けに専用設計された流動式フィルターです。流動式フィルターは他のフィルターとは異なり、安定したバクテリアをストックしながらも、露材表面同士が擦れることにより、バクテリアが剥がれ、新しいバクテリアがコロニーを作るプロセスを繰り返します。またセラミックなどの露材と異なり、目詰まりがないため、半永久的にご使用いただくことができ、とても経済的です。そしてバクテリアが常に露材の内側にキープされているので、他のろ過によりメンテナンス後の水質が悪化リスクが少ないです。さらに製品下部に物理ろ過としてスポンジが装備されているので、物理プラス生物ろ過の理想的なろ過を実現しています。 SH1 サイレーサーを取り付けることで、製品の最大高さは 20mm 程度高くなりますが、泡や流水量を軽減することを可能にします。使用法としては記載してなかったので、後ほど説明書を見てみます。最後に注意点としては、最大対応水量は生態が多くない場合の海岸メーカー試算数値です。生態の量や飼育方法により対応水量は大きく変化します。そのことを、それでは箱の外観から見ていきたいと思います。ジスバブルバイオワールドズファーストニュー ZB200F バブルモーミングメディアフィルター、あとはいろんな言語でいろいろ書いてます。淡水海水量用、側面でございます。これも英語でいろいろ書いてます。上の突出口の大きさは 1.7cm、 4つのキスゴム、逆流防止弁、この下に物理スポンジ、中央にはニュージスメディア ZM2、 新しくなったプラスチック素材が入ってます。後の面は全部英語で書いてるんですけど、上に日本語のシールが貼ってます。メンテナンス不要の流動式ろ過、 ZB シリーズの特徴ってことで、露材の目詰まりがないから、メンテナンスの回数とコストを大幅に軽減、安定したバクテリアの量をキープできるので、水質が長期安定維持するので繁殖水槽にも最適。対応水量は ZB200F の場合は100リットル以下、あとは300がありまして、300は150リットル以下。水晶ポンプは200が2リットル毎分以上、300が 2.5 リットル毎分以上。こちらはジスアクア製ですが、 LSS 研究所が輸入してます。 SH1 に関しては何も書いていないです。それでは上げていきたいと思います。いでよ SH1ZB200F オープン。おー、袋に入ってるね。まさかの説明書が入っていないです。 200F は流用除雪バルブキスゴム本体です。こちらが流用除雪バルブです。両端穴が開いてるので、ここにエアチューブ取り付けて、強い場合はこの上のコックを回す。日本製だとここが小さいんですけど、海外製なのででかくて回しやすい。稚魚飼育でも実は使われていたりするので、それ用に多分これ付属してるんだと思います。残念なのがこれ、キスゴム4つ。これ前も言ったかもしれないけど、この色がまず嫌なんですよ。ちゃんと透明な色にしてほしいね。もう黄ばんでます。まあ、ここにボッチと言うべきか、突起がついてます。これね、ジスアクは確か産卵隔離ケースもあったんですよ。あのキスゴムもケボくてね、だからそれちょっと改良されたかなと思ったんですけど、あ、でもいいかもな。意外とちゃんとあの机が動きます。ここの突起を取れば簡単に外せる。硬さはまあまあす、深さもまあまあ。キスゴムだけって売ってないので、これが壊れたらもう終わりだと。こちらが本体、手よりもだいぶ大きいです。海外のやつもうちょっと小さいのあったんですけどね。実はあのチンカラとか綺麗な熱帯魚を大量に繁殖させている方のチャンネルで、この小さいやつあったんですよ。これを水槽に引っ掛けてね、
ろ過してて、そこにめちゃくちゃ稚魚たくさん泳いでたんで、あ、これなんかこういうフィルター欲しいなと思ってたところ、 LSS 研究所が輸入開始してくれたんで、まあ、急いでこれ買ったんですけど、あの動画だってね、もうちょっと小さかったんですよね。もしかしたら海外限定モデルかもしれませんけど、上には突出口がついてます。でここにはプラスチック露材があると。でここでぐる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 回転で、下には物流スポンジ、粗めのスポンジがある。でここはキスゴムを取り付けるフックが4箇所。あ、上にエアチューブがついてるね。上にここ取り付けるだけってことは、エアチューブは水中に触れないですね。内径19mm。 あ、取れた取れた、取れます。あ、取れて赤いオーリングがついてる。ここがもし割れたりしたらどうなるのかなっていうのが少し気になるね。突出口を開けると上には穴が開いてます。格子状に穴が開いてるので、こっからエアが出るんですけど、多分ノーマル仕様だと何もつけない状態だと音がうるさいので、この突出口をつけてると。こうすることで少し音の軽減はできるんだけど、まあ、よりうるさい場合は SH1 モデルを使うことをお勧めします。赤いオーリングが下になるようにこうつけるんだ。ちなみにこれ SH1 も結構でかいです。あ、ウォーターレベルって書いてます。ウォーターレベルがここに水が来るようにすればいいのかな。ジスアクアという文字が書いてあって、なんとかノイズと英語で書いてます。これを回転させると音の軽減につながるのかな。あ、これ取れた。上から見た様子です。左側こっちはね、透けてます、穴開いてます。で右側は格子状の穴が開いてます。でその格子状の穴のところが突出口、底面式フィルターみたいな感じなので、泡がこう拡散されて非常に、まあ、水流も和らぐし音も静かになりそうです。で分厚いボディなのでここ折れにくいね。これはいいですね。あとブラシで内部もしっかり洗えると思います。蓋は側面に穴が開いてるので空気を取り込むことができます。色は黒、赤いオーリングのところをこう下にして上からギュッと押し込むのか。ワセリン今ついてるんですけど、ワセリンがついて機能してる時は一応360度好きな方向に動くという感じですね。ただこれを装着すると20ミリ2センチぐらい大きくなるので、まあ、高さの低い水槽で使う場合は注意が必要です。ウォーターレベルもここなんでね、結構水深のある水槽じゃないと使えないですよね。下は開くのかな。あ、取れるね。あ、同じだわ。あ、ややちょっと大きいな。穴はでかいです。スポンジの厚みは分厚いですけど、まあこれぐらいならばギリギリいけると思います。質は普通です。ジェックスのストロングスポンジと同じような感じ。下部はこうなってて、これは取れんのかな。取れないとかやめろよまさか取れないとかないよな。これな、取り方載ってないんですよね。説明書がないパターンなんですよ。お前自身で何とかしろっていうね。取れねえな、困ったな。これ上取れなかったら終わるぞ。吹雪テトラ、今ようやく外しました。このマイナスドライバーを使いました。マイナスドライバーを使うとこの黒いパーツを外すことができます。そうするとここの下部は穴が開きます。で中のプラスチック露材を確認することができます。でこの上の黒い蓋取れるのかなと思って回してみたんですけど、ボンドで固定したようにとても硬いです。緑色のパーツはへこみがあるんですけど、そのへこみとこの黒い蓋の出っ張りがしっかり活着してるんですよ。だからもしこれを取ろうとしたら、この黒いパーツをこの前側にね、手前側に引いて、このへこみと凹凸をこう引き離さないといけないっていう。だから回転してもこうしっかりはまってるから取れないんですよ。だからこれをね、この溝にさ、このマイナスドライバーをこうつけてやんないといけない。今やってみたんだけど、それでも取れないです。もうガチガチに固定されてる。これダメだわ、これ全然届かない。ここの中汚れるんですよ絶対。この管をこう取り付けると、そしたらここが出るんで、ギュッてこの黒いやつをつけて固定すると。いやこれダメだな。右に ZBS150 を持ってきました。全然コンパクトじゃないよな。このサイレンサーつけたらもっとこんなでかくなるし、これだったらもう海外の水槽でしか使えないな。これ日本人ってさ、小さい水槽でアクアリウムやってる人の方が多いんですよ。でこれ稚魚用っていうからさ、小さい水槽でも使えると思ったんだけど、全然ダメだわ。これ水中に設置するってことは必ず苔が生えるんですよ。あの水系にこれ使わないでしょ。水草たくさん入れてるところにさ、ソリのところにこんなのボンと置かないじゃないですか。だからこいつを入れる水槽ってのは生態を育成してる水槽のはずなんですよ。そういう水槽は餌たくさん与えてるので苔生えやすい状況なんですね。でこいつのね、これ浮力が高すぎて浮くんですよ。この露材が、中の露材が最初はもう全然回転しないですね。でしばらくすると回転しだすんだけど、回転しだす頃にはもうここ苔だらけなんですよ。だからせめてこの内部を洗いたかったんだけど、
洗えないと。苔取ったとしてもね、内部の苔は洗えないから、そこからどん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 ね苔が発生して、結局もう水槽の中が苔生えやすい状況になるんですよ。だからここの蓋ね、ここちゃんと取れて、ここ洗えるようにしてくれって言ったんだけど、もう全然ダメですね。あとキスゴムもこれさ、もうちょっと色なんとかなんないかね、これいつの時代のキスゴムだよ。